手前にちょっとしたここに岸があります。岸ですね。岸、今度は後ろの山。山は特にですね、先に描いたものが上に来るというのを利用します。手前に、手前の山が手前にあります。それから後ろに山が、後ろの山を後から描きます。これをやることによってどんどん後ろに背景が下がっていきます。この時やっぱり後ろのやつは後ろに、先に描いたものが後ろに来るということはありますけど、後ろの山はちょっと薄めに描いた方がよりリアルにその山並みが見えますので、ちょっと後ろのやつはそれなりに薄墨で描くという方がいいと思います。はい、次にこれで、次は今度は船を描きます。最後にちょっと水面ですね。もう一隻、ちょっと先へ行く船ですね。これはちょっと遠くに見えるんで、ちょっと小さめに描きます。次は今度は陸になります。陸は手前にあります。でここに牛がいるんですかね。牛ですね。牛が草をはんでいる。牛が、それから手前に、のどかな風景ですね。でこれで次にこの竹を描くのですが、竹はですね、この上に描きますとにじみますし、その山の後ろ側に出てきちゃいます。陸の後ろ側に出てきちゃいます。それは非常にまずいので、こういう場合にはもう一旦乾かします。画面を乾かしますと、もう今までのその先に描いたものが上に来るということはなくて、その上に乗るようになります。ですからよく見ていてください。これしっかり今アイロンで乾かしてます。まあ自然で乾かしてもいいんですが、乾いたら今度はここに竹を描きます。竹はもうこの上に乗ります。山の上、はっきりと今度は中に溶け込んでいかずに上に乗ります。こんな形で今ちょっと急いでやったのでうまくあれですけれど、先に描いたものが上に来るという原則を守ることによって、非常にローなくして遠近感を出すことができます。